そっか、前道間違えて、そうそう、ここから来たよ。はい、着きました。でも今昼の1時32分だから、どんどんでも今から多くなるかもね。だからもう、あ、ワンちゃんもいるじゃん。すごい、かわいい。すごいね。売ってるところが電源サイトだと思うよ。あ、じゃあこっちは違うんだ。うん、で風がこっち向きから、あのこっち風にゆっくり変わるわけ、うん、今こっちからが強いからさ、北西がさ、うんうん、北西が強くて春だから。めっちゃおしゃれだね。うん、車もすごいおしゃれだね。風がすごい。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、国民休養地に来ました。はい。すっごく寒いです。寒い。で、山の上は若干雪が積もってる、うん、雪っていうか霜柱って言ったっけ、うん、そんな感じだよね。ここの少し白くなってる。ここの見えるかな、ここら辺、ここら辺ここら辺ちょっと白くなってます、うん、宿泊は初めてですね。はい、そうですね、はい。まあ、前回来たんですけど、うん、ちょっといろいろあって、はい、あのボツになりまして、はい、まあ、今日が初めてという形になるかな。はい、そうです ね、 ね、ということで、はい、今からですね、設営をしていきましょう。はい、寒いです。寒い。で、明日がすごい冷え込むんだよね。そうそう、予報でね、うん、明日の朝が一番寒いらしいです。はい、今日のハイエースの積み込みはこんな感じですね。なんかすっごいぐっちゃぐっちゃなんだけど映像で見たらぐちゃぐちゃすぎるけど大丈夫かいな。この間作ったサーモバンテージ、あれからちょっとやり直したんだよね。なんですよ。結局は針金にした。そうそう、こんな感じです、うん、結構いい感じになったんだよね、うん、この薪ストーブテーブルは今朝作ってきました。そう、だから早かったよね何したんだろうと思ったら、うん、したよって言ったらこれだった。真っ赤で、今日は初めてのテント内での薪ストーブだからね。結構ど真ん中に来るんだね。まあ、しょうがない。それはここが煙突だから、ここに合わせてこの薪ストーブを持ってこないといけないから。そうそう、ここから入れるわけなんですよ、うん、結構思ったより近い。もう一本抜いてもいいぐらい。うわ、すげえね。ここだとあんま意味ないよね。意味あるけ。何があんま意味ないよ、うんうん、もう一本抜いて、抜いていいかも。よし、薪ストーブはじゃあセッティング終わり。うん、じゃあ、あ、これもうちょっとこっちにやったらここに2つ入るかな。ここね、マットが、いや入んないね。こことこっちだったらギリ入るかな。
い、はい、とりあえず設営終わりました。はい、2時間ぐらいかかったじゃあちょっと設営ツアーをしましょうか。うん、ツアーっていうほどのものはないけど、まずは焚き火コーナー、こちらになります。まあ、風下に置いたんでちょっと変な感じですけどね、うん、今日はあのこっちのテントとこのあの焚き火コーナーとか、あとこっちの調理スペースが向き合うような感じにしました。なんかキャンプらしくなったね。うん、なった。ちょっとね、このレイアウトっていうか、どういう置き方をしたらいいかなっていうので少し悩んだんだけど、うんうん、今日はちょっとまだ風があったから、このタープを下げたんですよ、高さをね。高さをなかなかちょっと難しくって。そう、小川張りだったらもうちょっとかっこいいんだろうけど、そうそうそう、こっちのテントと平行に今日はね張ったんで、うん、こんな感じのレイアウトにしてみました、はい、で今日はですね、あの昨年買ったこの豊臣のストーブなんですけど、うん、使ってみようかなと思っております、はい、ちょっと灯油も少し持ってきたので、うん、まあ後で入れて火をつけてみようと思います。そう、中はね薪ストーブがあるから、うん、そんな感じかな、はい。なってきだした、ね、うん、冷えてきた。まだじゃない？あ、にゃ、ついてる。曇ってきてる。ついてきた。あ、来た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 。見えてる。うん、ポッ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 、うん、この方が来年版から出ていい、また全然ってことだね。まだ最初だから結構かかるのかな、うん、今から本気出すんだろうね。その前に灯油が切れるんじゃない、うん、あ、でもこの方上がってきた本当だ。メンテナンスがしやすいよ。そうだよね、うん、何つかないのつかない。ちょっと茶釜のガスがあんまり入ってない。
ちょっとすぐ着いた。ランタンのこの炎を見るとちょっと気持ちあったかくなる、うん、なんでこの音楽なんだろうね、うん、なんとかかんとか魚屋さん、お願いだからついてくれ。なんかプルプル震えてるね、中がね。どういうこと？プルプル震えてる。ほらほらほら、風か、なんかわかんないけど、風？風かな。薪ストーブがあったかいんじゃなくって風が来ないからやっぱりあったかい、はあ、すごい寒くなってきた、うん、すっごい寒い。めっちゃ凝っちゃったかい。お、これ絶対テントの中あったかね、もういろんな写真。どうしようかな。これや。これやとしか言えない。中火ぐらい。中。どうかな。ま、
美味しいソースではないかも。和風ソース、いや和風ソースっていうか、ちょっとこれをこっちでいいかな。上に、ま、あとチーズを乗せるから、よいしょ。うわ、めっちゃあったかいじゃん。あったかい。すっげーあったかい。すごい。ちょっと待って、あったかすぎなんだけど。本日のご飯はどう？美味しそうでございます。よくできてる。よくできてると思うよ。ちょっと硬かったかな。あったかい風が来る。うん、来る。はい、よし、じゃあ、はい、いただきます。乾杯、乾杯。乾杯のお茶。乾杯。え、お風呂入れないよ多分。もうしょうがない、もう入んない。どこ温泉入ってないのかな。普通みんな早く入りに行くんだよね、きっと。ああ、そうね、うん、お肉いただいていい？どうぞ。ちょっとソースが微妙だよ。はい、今からここを閉めてみます。はい。閉めてぬくぬく初体験。クローズ。これ絶対外に出たくないからね。もうこれやっちゃうと。クローズ。あ、一瞬だったかい。すごい。ダメだこら。一瞬だったかい。こらしちゃいかんかった。うわー、すごい。めっちゃあったかいよ。めっちゃあったかい。あったかいね。めっちゃあったかい。今までの寒さは何だったのっていう。この髪型すごくない？うん、いいよ。いや、幸せだね。幸せ。あ、これはぬくぬくだ。あったか。あったかっていうか、ちょっと暑すぎるんだけど。いや、暑いぐらいがいいわ。サウナみたいになってきた。そこまで。全然そこまでだよ。ちょうどいいじゃん。嘘。あ、ここ多分直だからだかも、ね。え、そうなの？本当に。あ、本当だ。暑いね。うん、なんかの修行かなっていうぐらい暑い。私今が超幸せだ。タケノコでしょ。タケノコっていうの、うん、なんでタケノコなの。こうだから。ああ、そうなんだ、うん、タケノコなんだ、うん、あのタケノコテントもいいね、うん、あんだけ広さあったらもうそら部屋だよね、うん、あったかいって言ってたもんね。肉は食べないの？食べる。食べて。この一酸化炭素チェッカー、これなん、これどういうのがちょっとわかんないんだけど。これ一酸化炭素が増えてくると数値が多分上がるんだけど、うん、この今赤いのが使って光ったよ、うん、正常に動いていると30秒に1回赤が点滅。ああ、そうなんだ、うん、で、異常の場合は、うん、10秒か5秒に1回ぐらい点滅だったはず。ああ、そうなんだね、うん、で、うちはこれを2つ買いました。はい。もう、もし1つが壊れてても、うん、もう片方が大丈夫だろうということで、うんうん、まあ保険でね、うん、
まあ、命を預けるわけだからさ、ね、うん、酔っ払えばもうそういうのも分かんなくてね、いい気持ちで寝るかもしれないよ。そうや、みんな酔っ払いの人に謝って、うん、ごめんなさい。こういう時は気持ちがいいからね、飲みたくなるんだよ。でもあったかいわ、ほんとあったかい、快適、快適だよね、家だもんね。家だね。え、もう目こすってらっしゃるけど、お眠の時間ではないですよね。まだ7時半なってないですけどね。だいぶ眠たい。だって設営してから昼寝する予定だったんだもんね。うん、設営に結構手こずったわ。うん、手こずった。だってうちらこういうところあんまり行かないからね。うん、そうそうそう、初めてぐらいじゃない。うん、だよね、うん、こういう、こう今人がたくさんいる場所、そう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 、人がたくさんいる場所は鹿児島では、鹿児島のふもとっぱらぐらいな感じかな、自分たちからしたらね。うん、この今薪ストーブの台なんですけど、今朝作ってですね、数が1時間ぐらいだった、1時間半ぐらいで仕上がったかな、うん、作ったんですけど、すごいいい感じにできました。この黒いとこ何なの？上はケイカルって言って、うん、あの家の軒裏、うん、軒天っていうところに貼られてる材料で、うん、あの耐火、耐火材っていうのかな、その火に強いってこと、うん、炎症しない、で風になってもあの軒裏にこうやって火が上がるじゃん、うんうんうん、それでも燃えにくい素材でできてるから、もともと火に強いからさ、ちょうどいいわけよ。ああ、そうなんだ、うん、これいいよね、いいね、すごい上手にできてる、まあ、重たいけどね、ちょっと、うん、まあ重かった、うん、8ミリのそのケイカルっていうのに、うん、下に9ミリボード、うん、この間あのミスった9ミリベニヤがあった、はい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 、あれを2枚引いてるから、うん、ちょっと厚みを持たせて強度を出して、うん、ちょっと大きくしてます。で、あのさっきあったんだけどさ、うん、ここの蓋を開けて薪を入れたりするときに、うん、うっかりね、あの中の火のついた炭っていうかな、木がポロッと落ちることがあって、あ、はいはい、めっちゃ真っ赤っかなやつ、うん、で、ここギリギリに作ったらさ、うん、もう絨毯とか落ちたら一発で穴開くじゃん、うん、だから前の方ちょっとだけあの余裕を持たせたの、こういう風に。あ、それはもう最初で計算してたの？うん、そのつもりで作ったの？そのつもりで。そうなんだ。あ、花火が上がってる、ね、花火ってるね。花火だ。あ、今日オータム、ね、オータムジャンボじゃなかった。オータムジャンボ、宝くじやん。どんだけ金が欲しいよ。サマーナイトじゃなくて、オータムナイト？鹿児島。そうなの？でもいつかやるって言ってたよね。あ、でももう12月だから違うか。でも花火だよね。花火だよ。こっから見えないかな。そっから見えないよ。もう外出ようよ。ね。せめて。見えないよ、こっからは。残念ながら。数に、もう日本の見終わったから、焼酎の安田取ってって言うんだけど、取ってくれないでしょうね。取ってくれないの。飲むの。取って。どこにあるの。あの青いのと水がその横にある。うん、で、コップはその横のポリプロピレンの中に入ってる。もう聞いただけでも一箇所にないのはすでにもうダメだ。富の宝山を買いに行った時に、その酒屋さんからこの安田も美味しいですよって言って、もう紹介してもらったけど、うん、最初6で割っててあんまり美味しくないって言ってたけど、そう、八千代でも富の宝山も6が美味しかったんだけど、うん、これだけはんなんか6じゃないと思って、半分なんか6じゃないって思って、音楽の話みたいな。で、半分以上飲んだ時に、いや、やっぱりロックじゃないわと思って、水で割ってみたら、うん、めっちゃ美味しかった。これは水割りが美味しい。失敗しただから、最初から水で割っとけばよかったと思って。あ、それだったらもうちょっとたくさん飲めたのに、ね。そうそう、なのよ。本当は安田買えばいいじゃん、いつも。
ああだよね、うん、そういうことになるか、うん、こぼしまくってる大丈夫？大丈夫なの？違う、混ぜるものがなくてさ。ああそうなの、ね、そう指で混ぜるんだよみんな。あそうなんだ。だよ。えそれ氷でしょ。知らん。いや氷だよそれ。そうなの。氷の時はみんなこうやってしてるもんね。うん、うん、美味しい。あ今6度6度うん。ああいう北海道の人たちからすれば6度なんて全然なんだろうけど寒い。いや鹿児島では寒いよ。寒いよね、うん、全然寒いよ。寒い。だって今ここで何度かな。20度超えてるよね。おあ部屋の中で、うん、部屋の中で、ね、全然超えてるよね、うん、あなんか室温計っていうかちょっと欲しいね、うん、そうそうそう部屋の中が何度っていう。これはもう外に出れない私。Gaze upon the sky, Christmas on my mind. Somewhere from a place up high above, there's a song of love traveling.いいよ、もうそのままで。え、このままでいいの？うん。あんまりじゃない。それでは、はい、もう寒くなってきたのでゆっくり寝たいと思います。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。また明日。明日。Behind you, and now I'm